根高学園中学、高等学校は、岡山県浅口市にある、私立中高一貫校。大韓民国関温度春泉市にある、春泉女子高等学校と姉妹校提携を結んでいる。同校は、1894年に、新党根高協会学問所として、佐藤信浦の手により創立。創立以来、根高教の教えをもとに、学、徳、 第一本の全人教育を行っている。現在も心の教育を土台にした人間教育という教育方針は受け継がれ、生徒一人一人が人を大切に自分を大切に物を大切にという合言葉を実践している。ダンス部2011年夏は決勝まで進み、一時は5から2トリードしたが関西に逆転負け、2015年秋の県大会で優勝。 中国大会で創始学園に2回戦で敗れる。同校には、ホツマ体育館やホツマ生徒会など、ホツマと名前の付けられたものがいくつかある。この、ホツマとは、日本初期の一節から取られたもので、すべてに優れていて整い備わっているという意味であり、日本国の古い美少の一つである。同行では、1896年に、現在のホツマ生徒会にあたる、 小妻会の名前として使われて、以来、施設や、会の名称などに使われるようになった。中学校のみまたは、高等学校のみの出身者もいる。岡山県所属中学校土俵、教育開発オンライン。2020年10月10日閲覧。ありがとうございます。